邪魔だ。 今どこだ？雑居ビル跡です。サイの川近く。バッティングセンターの裏。分かった。すぐ行く。早く来てください。俺が行くまで死ぬな。シンジ！ アニキ、今、
ビルの屋上に向かっています。でもこのままだとすぐに追いつかれそうです。わかった、すぐにそっちに向かう。昔キャバクラがあった雑居ビルにいる田中のおじきは女連れて屋上に逃げてるぜ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと、アラセの兄貴。そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。
Yeah!
Yeah!
キリュウさん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組やらされたくないんだ。お前真珠に銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は東条会を裏切ってる。 本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ち手が打てよ。真珠は打てて、俺は打てねえのか。<笑>何ちんたらやってんだバカ野郎。 さっさと弾いて終わらせろや。
兄貴。すみません。最後まで。シンジ。風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった。アケミタだ。兄貴。これを。シンジ。お前。シンジ。シンジ！残念だったな、シンジとレイナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかしそんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、キリュウ。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確かアケミ。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、そのおじさんは行ったことあるの？ん？あ、ああ、まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。そうだ、新名という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。新名に会えば早く手に入るかもな。
キリュウさん。
い止まれ。お前ふざけんなよ。そう。よっと。いや、しゃべよ。名前はポケサーファイター。いや、何？
いや。いや、何？ああ。